こんにちは。武器屋の店主のフランです。この動画は字幕がありますので、各国の言語でお楽しみください。ガッス。私は勇者のゆうちゃんだよ。いつもと声が違うので、あれ?と思った方もいらっしゃるかもしれません。今回はウォーゲーミング様より、ワールドオブタンクスのプロモーションのご依頼をいただきました。規約上、ボイスロイドが使用できないから、ゆっくり音声でお送りするよ。さて、今回は戦車をテーマにした内容ですが、前半に戦車の解説をして、後半にゲームプレイをしていきます。解説って、どんなネタで解説するの?第一次大戦で登場した戦車をまとめてみました。イギリス、フランス、ドイツ、ロシアの戦車を紹介していきます。なるほどね。ワールドオブタンクスは戦車で戦うゲームです。投稿主は、ウォーゲーミング様が運営されている、ウォーシップスの方は、何年も前からプレイヤーだったんですが、ワールドオブタンクスはプレイしたことがなかったんですね。つまり、今回初めてプレイしたってことか。そうなんです。プレイしてみると、これが想像以上に面白いんですよね。海の戦いと比べても、スピード感があって、戦車を動かしているっていう感覚がすごくあります。普通に FPS な感じだよね。FPS やシューティング系のゲームが好きな人はおすすめしますね。腕に覚えのある人でミプレイの人は、今すぐチャレンジすべきだな。この動画用のダウンロードリンクをいただきました。ここからアクセスしてゲームを始めると、特典がついています。プレミアム戦車が使えたり、7日間のプレミアムアカウントなどの豪華初心者パックがついてるってことか。そういうことです。この機会に始めてみるのもいいと思いますよ。概要欄のリンクからアクセスだ。2022年の正月は、戦車三昧で決まりだぜ。数々の船を沈めたことで名を馳せたこのアドミラル龍が、今度は戦車に乗るってよ。こいつは腕が鳴る。数々の船を沈めたと言っても、ゆうちゃんの場合は自分の船のことね。まあね。さて、まずは戦車の解説をしていきましょう。戦車ってのは、第一次大戦で初めて登場したんだっけ?そうね。第一次大戦の塹壕を突破するために登場したのが戦車です。塹壕でにらめっこして、お互いに攻めあぐねていたんだ。フランスとドイツの国境に沿って、大規模な塹壕が築かれ、お互いにどうにも攻略できない状態が続いていました。無理に突破しようとすれば甚大な被害を受け、大きな犠牲を出してしまうのでした。地上を進めばマシンガンで蜂の巣にされてしまう。難攻不落とはまさにこのことだ。この状況を打破するべく誕生したのが戦車です。敵の銃弾や砲弾を防ぎ、塹壕という施設線、荒れた地形を乗り越える自走兵器の開発を進めたのです。最初は大砲を積んで攻撃する兵器というよりも、輸送任務が始まりでした。戦車は輸送用の車から始まったのか。武器を運んだり、塹壕の中で生活している兵士たちに物資を届けるために活躍しました。その輸送車両から発展して戦車が生まれたということだね。そういうことね。第一次大戦で登場した戦車はいくつかあります。当時、戦車を自国で開発したのは、イギリス、フランス、ドイツ、ロシアの4つの国です。アメリカには戦車はなかったの?アメリカには自国で設計した戦車はありませんでした。そうだったのか。それでは、それぞれの国の戦車を紹介していきましょう。まずはイギリスの戦車を紹介します。世界で初めて戦場に登場した戦車は、イギリスのマーク1です。1916年9月15日、ソンムの戦いで初めて使用されました。こいつが世界初の戦車か。ガルパンのサメさんチームが使っているやつに似ているな。ガルパンに出たのは、マーク1の後継のマーク4ですね。マーク4は、マーク1シリーズの中でも最も製造数が多く、1220両が製造されました。第一次大戦中にイギリスが設計した戦車は、マーク1からマーク10まであります。合計で2000両ほどが生産されました。全部で2000両くらいだと、半分以上はマーク4ってことになるね。マーク1から見ても、形はほとんど変わっておりません。ひし形のような形をしており、現在の戦車とは形が大きく異なります。この戦車は、塹壕や有刺鉄線を乗り越えることを一番の目的としています。ただのでかい履帯がついてるだけの戦車って感じがするよ。砲塔もないし。上に砲塔をつけると背が高くなりすぎて転んでしまいます。ですので、側面にマシンガンや大砲を装備しているのです。そういうことだったのか。ひっくり返っても走れるわけではないんだね。そうね。ひっくり返ったら操縦席とかも逆転するから、動かすのは多分無理だと思うんだけどね。
確かに。マーク1は幅 2.4 メートルの塹壕を超えることができ、満を持して戦場に配備されました。しかし、車内の換気が全くできず、操縦席が排気ガスや熱で充満してしまう欠点がありました。そのため、戦闘中に乗組員たちが気絶してしまい、動かなくなることが多々あったのです。全然ダメじゃないですか。通常のライフルやマシンガンに対しては無敵でしたが、ドイツの対戦車ライフルやグレネードの前では無力でした。また、敵軍の歩兵に乗り込まれて制圧されてしまうことも多く、問題のある戦車だったのです。最初の戦車だし、ある程度の失敗は仕方ない。マーク1の排気の問題を改善させたのがマーク4です。しかし、マーク1もマーク4も、戦車を動かすだけで4人の人手が必要です。動かすだけで4人もいるとは、攻撃する人も含めると、車内はかなり密になりそうだな。次のマーク5でやっと1人で動かすことができるようになりました。イギリスの戦車はマーク1からマーク10までありましたが、実質、戦場で活動できたのはマーク5までです。それ以降のものは、ほぼ計画のみで終了しました。それで結局、イギリスの戦車は活躍できたの？活躍したけれど、失敗も多かった戦車ですね。フランスのルノー FT を紹介していきます。ルノー FT は、1916年には設計されて、1917年に最初の製造が始まります。この戦車は現代の戦車のルーツとなるもので、回転砲塔を備えたものです。これぞ戦車って形をしている。この形は FT が世界初だったのか。そういうことね。ルノー FT は、ワールドオブタンクスでもフランスのティア1に該当する戦車になっています。このルノー FT がアメリカでも製造されました。1917年に、MH917 という名称で製造されましたが、これがアメリカ初の戦車になります。アメリカの戦車はフランスの戦車の製造が最初だったんだね。ルノー FT は成功兵器です。アメリカだけでなく、世界の軍隊に輸出されてヒット作となりました。そこから改良が加えられて、第二次大戦、そして現在の戦車に至るって感じですね。すごい発明だ。初めてルノー FT が戦場に配備されたのが、1918年5月31日です。フランスではシュナイダーやサンシャモンという戦車を使っていましたが、FT が取って代わることになります。ルノー FT は革新的な構造で、操作性、機動性、回転砲塔、車内環境、すべてにおいて圧倒的な性能を持っていました。排気ガスで苦しむこともないってわけか。エンジンルームは分離されているので、その心配はありません。これは断面図ですが、戦車としてほぼ完成しているように見えますね。第一次大戦で活躍し、勝利の戦車と呼ばれました。陸上戦闘の歴史を変える、新たな戦術兵器の登場だったのです。これは素晴らしい。ルノー FT は第二次大戦まで活躍しますが、1940年頃には、さすがに時代遅れとなってしまいます。ドイツが第一次大戦で使用したのは、A7V です。ドイツ語では、A7V と言います。なんか写真で見るとかっこよくて強そうだな。ドイツは資源不足もあって、それほど大規模に戦車を運用することができませんでした。第一次大戦中、自国で設計して製造できたのは、この A7V だけでした。それもたった20両だけだったのです。イギリスは2000両も製造しているのに、20両では太刀打ちできんな。ドイツはイギリスやフランスから鹵獲した戦車を使っていたのです。それでも戦車の数では圧倒的な差がありましたね。パクった戦車が排気ガスまみれだったらたまらんな。そうか、イギリス軍は鹵獲されることを想定して排気ガスまみれの戦車を作ったのか。これは A7V を横から見た図ですが、前後に大砲、側面に機関銃を装備していました。つまり、全方位攻撃が可能ということか。対空攻撃は備えていませんが、幅 1.5 メートルの塹壕を乗り越えることが可能です。1両の戦車に、18名から25名が乗り込んで操縦していました。乗員が多すぎない？それではソーシャルディスタンスが保てんぞ。武器の装填士と砲撃手だけで12名が必要になります。なるほど、武器の操作だけでそんなに人手がいるわけか。A7V には長所と短所がありました。平地などの運転しやすいところでは、マーク1などに比べてスピードも速くて強かったのですが、重心が高く、荒れ地や坂道ではひっくり返ったりするなど、走破性に問題がありました。25人も乗った状態で転んだら大変そうだな。この A7V は、イギリスのマーク4と歴史上初めての戦車戦を行うことになります。
初めて戦場に配備されたのは1918年の3月21日ですが、1ヶ月後の4月24日に戦車戦が行われます。A7V とマーク4の対決か。一体どっちが勝ったんだろうか。結果だけ見ると、五分五分といったところでしょうか。イギリスのマーク4、3両と、ドイツの A7V、3両が交戦しました。A7V は鉄鋼弾を積んでおり、イギリスのマーク4、2両を撤退させます。しかし、マーク4も A7V 1両を撃破しました。これは互角の戦闘に思えるね。最後に、ロシアの戦車を紹介します。これは見た目からしてもネタにしか思えんのだが。そうですね。これは試作機だけで、実戦に配備されることなく計画は破棄されました。ツァーリタンクと呼ばれる戦車です。ツァーリってのは皇帝のことだよね。名前は立派だな。1914年に設計が行われました。巨大な車輪の直径は9メートルもあります。砲台の高さは8メートルほどに達したのです。しかし、こんな自転車のタイヤみたいな車輪では簡単に壊れてしまいそうだ。そうね。どの程度の耐久力かはわかりませんが、手榴弾の一発で吹っ飛んでしまいそうです。なんでこんなの作ったのか。この巨大な車輪は、塹壕を乗り越えるためのアイデアです。設計段階では、この車輪を使えば、いかなる障害物をも走破できると考えていました。しかし、試作機を走らせてみたところ、ぬかるみにはまって抜け出せなくなりました。なんということだ。ツァーリタンクには、ドイツの飛行船から鹵獲した強力なエンジンが搭載されていました。しかしそのパワーを使っても、ぬかるみから脱出することが叶わなかったのです。そのままツァーリタンクは放置され、森の中でひっそりと6年間を過ごしました。森の妖精をしていたのか。妖精になった後、スクラップになりました。寂しい。ここからは実際にゲームをしていきましょう。この私に任せるがいい。何せ私はチュートリアルを完了させた身だからな。うん、まあそれは多分みんな完了させていると思うわ。せっかくなので、解説に登場したルノー FT を使っていきます。小さくて可愛い戦車だ。この戦車はガルパン最終章では、BC 学園のフラッグ車になっていましたね。おお、そうだったのか。ならばフラッグ車にふさわしい戦いを見せてやろうではありませんか。ええー、吹き飛べ。やられたわよ。バカな。闇雲に突撃しても勝てないわよ。ちゃんと味方の動きも把握しつつ、チームで戦うのがコツよ。だが断る。この私が最も好きなことの一つは、定石と言われている手段にノーと断ってやることだ。ここは敵の裏をかいて、誰も選ばないこの狭い道を行くぞ。確かに、敵の裏をかいて背後に回り込んで支援するのも面白いですね。ここの岩場を盾にすればなんとか戦えそうだ。敵だ。期待を裏切らない展開ね。本当にこんなところに現れるとは。やはり、この岩場を拠点に戦うのがいいだろう。よし、迎え撃つぜ。発射。派手に貫通したぞ。派手に貫通したわよ。と派手に行くぜ。迎え撃つにはいい位置につけたわね。これなら一騎打ちを制することができるかもしれないわ。でもなんかあの人落ちてない？まさか水陸両用車両だったのか。相手もルノー FT でした。FT に破損な能力はないと思うんですが。死んだ。水没すると壊れてしまうようです。茂みに隠れて狙撃するべし。茂みに隠れると、敵に察知されずに転生することができます。ただ、砲撃をすると居所がバレてしまいます。その後の戦闘の展開も予測して、うまく先制を仕掛けましょう。やはり仲間の支援があると戦いやすいな。そうね。短期で戦い抜くのは無謀でしょう。戦いは数だよ、兄貴。ええー、こそこそと隠れおって、いぶり出してやる。うかつすぎるわよ。なんだ、どこだ、どこから攻撃された。いい的になってるわよ。集中砲火だと。相手だって茂みに潜んでチャンスを伺ってるのよ。敵は一両だけじゃなかったというわけだ。逃げるんだ、勝てるわけがない。雪原を渡って、向こう側の味方と合流しよう。ここだ。相手は気づいてないのかしら？発射。目標への命中を確認。別の味方と交戦しているのかもしれないわね。なかなかいい位置につけたよ。さっき突撃して的になった時に、味方がいい位置についてくれたのかもしれないわね。
結構何発も当てることができたよ。ここで奴を撃破する。野賀さん。走りながら撃ってもなかなか当たらないわよ。発射するときは停止して撃つのが基本よ。そういうことか。こちらも向こうも膠着状態だ。お互い迂闊に前に出ればやられるからね。この稜線に登って攻撃するべし。そう、サンダースのフラッグ車を倒すがごとき稜線射撃ってやつだ。ぬわー。あさっての方向に飛んでるわ。もっとよく狙って撃つのよ。吹き飛べ。倒した。よかったわね。ワールドオブタンクスはこのような感じのゲームです。これは普通に面白いな。投稿主も初心者なので、ギア1、2くらいを回して練習しました。ギアが高くなれば、難易度も上がっていくんだと思うよ。自分の腕に見合ったレベルで練習を重ねるべし。ワールドオブタンクスを試しに遊んでみたいと思う方は、概要欄のリンクからどうぞ。新しく始めるなら、経験値やお金が多めにもらえる特典や、課金戦車が使えるぞ。そうですね。でも、最初から始めるなら、腕を磨いた上で課金戦車を使った方が良いでしょう。初心者が高ギアで戦いをすれば、わけもわからないうちに撃破されてしまうのがオチです。それもそうだね。武器屋のお姉さん。戦車についての動画でした。今後の動画のネタとして、戦車は出てくるのだろうか。考え中ですね。状況によりけりかと思います。なるほど、先のことはわからないね。というわけで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録してくださいね。よろしく頼むよ。